八方美人愛想笑いをやめたいです。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。 M さん45歳女性、八方美人愛想笑いをやめたいです。イギリスの女優エマ・ワトソンさんが、女性がしてしまうことで最も悲しいことは男性のために頭の悪いふりをすることです、という言葉がありましたが共感します。もうバカなふりをするのをやめたいです。人と接するとそう振る舞ってしまいます。自分に自信を持って堂々と振る舞って言うべきことを言う賢い女性になりたいです。なってくださいっていう話ですけどね。そういう頭の悪いふりをすると、そういうことが好きな男性がただ集まってくるだけの話になってくるので、おそらく結婚した後も一生それをやり続けないとおかしなことになってくるということなので、非常に歪んだことになってくると思うのですね。まあ、これ別にその頭の悪いふりをする、八方美人をしたりするとか関係なく、取り繕いったら悪いけど、本来の自分と違う部分を演じすぎると、全て後々こんな人だったのみたいなことになってくるじゃないですか。一般論で言うと、あんまりこの二面性を演じるっていうのが結構大変なんじゃないかなと思いますけどね。一般論的に言うとね、恋愛にも限りませんけどね。もっと素直に生きるというか、自分らしく生きるってことがとっても大事だと思います。人生楽に生きていくためにですね。だから自分らしくないことを無理に演じたりするっていうことはものすごいストレスになりますので、この方の場合はこの八方美人とか愛想笑いっていうのは多分そのことにね、相当するんだと思います。なのでやめていいと思います。本来の自分で素直に自分らしく接すると、それを好きだって言ってくれる人が現れてくると思うので、そうじゃない自分を演じてると変な人、つまり本来あなたが出会わない方がいいような人を引き寄せてる可能性もあるのでね、自分らしく生きてほしいなと思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。